皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。ということで今回はアニバーサリーモイネロ選手使っていきたいなと思います。歴代最強のモイネロが誕生しています。アニバーサリー松井裕樹選手と全く同じ特殊能力、超大ピンチ20丸、切れ替え祝宴、全部出ると相手のミート18、パワー12下げることができます。これに加えて球威が86、球種もね、4球種が B 球種以上ということで、まあ、当たっても飛ばない、相手の能力をめちゃめちゃ下げつつこっちはね飛ばない能力を持っていると、もうこれはね歴代最強です。さらに今回純正で使っていきます。アニバモイネロプラス極み純正コンボプラス、現状ね一番硬い純正の守備型オーダー、こちらを使っていきます。もう相手が逃げ出したくなるような、もうそんな凶悪さを今回ね見せていきたいなと思います。それではやっていきたいと思います。まあ、肝心なのは極みコンボが出るかどうか、そこがマジで大事なんで、出ましたね。いやこれはちょっと楽しみ、まあ、とりあえず1人目はね出せないんで、まあ、ただねモイネロ先発転向説が、浮上しているらしいんで、まあ、去年もねそういう話あったけど、まあ、今年はね実現しなかったんで、まあ、もしかしたら来年モイネロ、割とありえるのかなと、ということで出していきましょう。さあ投げる暴力モイネロ、かわいそう、19、23下がってます。お、これにはたまらず代打か、あ違った、2番王さん代打で、使ってくるかと思った。まあ基本的にはよっぽど捉えられない限りは入らないと思うんで、まあしっかりとキワキワに投げていきましょう。でまあカウント悪くなったらここら辺に投げとけばホームランはまずないんで、ここを広角なしのバッターでホームランにされたらもう相手が上手すぎたって思って大丈夫です。どうしてもホームラン打たれたくないときはもうここ。さあちょっとボールでずれましたが、ちょっとストレートゴリ攻めで、よーし完璧。まあ基本的に広角出なければまあ外角攻めでいいかなっていう、まあ、飛ばないからね、打たれてもシングルとか全然いいんで、このプロスピにおいて、よーし完璧。変化球も強いし飛ばないし、もう言うことないね。まあ、現実はね、まあ、いいバッターでも3割だから基本的にはねピッチャー有利って言われてるんですけど、もうプロスピってもう3割って低いぐらいのラインなんですよね。まあ平均4割ぐらいあるのかな。で打つ人はもう5割6割、まあ、7割とかやったらまた別次元なんで、まあ、そこは考えなくていいかなと思うんですけど、プロスピはね基本的に打者有利なんですよ。なんで、まあ、配球の考え方もちょっと変わってくるのかなっていう、まあ、よくコメント欄でねピッチャー使ってみたとかで点が入るとなんか配球下手みたいなコメント、あれモイネロ、いつのモイネロこれ、 あ普通に私立のか、去年の、めっちゃトンネルしたし、それヒットなんだ、かわいそう。今のはさすがにど正面だからさすがにエラーだと思うけど、まあ、基本的にね打者有利だから、なんか点が入った点が入らなかったでなんか配球がうまい下手とか決めつけるよりも、どういう意図があってそこに投げたのか、もうそこが大事なんですよね。しっかりと意図を持って、まあ、それが結果的に打たれたらもう相手がうまいでいいと思うんですよ。まあだから今のね、モイネロを使っている時だったら、まあ、基本的にホームランさえ打たれなければね、まあ、そんなにねダメージ、食らうことないということで、まあ、基本的に外角攻めとか、まあ、広角出ちゃったらどうしようもないけど、まあ、そういう意図を持ってるかどうかでねなんか判断してほしいなと。あ、私一応プロの最優秀防御率なんで、はい、ここは声を大にしています。落ちそう、すいません。さあ2回投げていきましょう。キレが出るだけで同じスピリッツの都合選手をここまで下げることができると。でね、結局モイネロって速いストレート、まあ、カーブを待ってる人が多いんで、今みたいに高速スラで入るのが有効的というか、この入りをよくやってくる人がいますね。だから個人的にはもうよくスピリーグ予選とかね、同じホークス純正の相手と当たるんで、モイネロが出てきた時は初球はとりあえずスライダー狙ってます。結構ね、結構な割合で投げてくる人多いんで、だから逆に自分はサクチェ投げるね。サクチェは割とね捉えづらい。とにかくモイネロの強さって、まあ、変化量なんで、質の高い変化球と、でさっきストレートミノさん取ったんで、ここから落として、まあ割と捉えられて超えるんかい。まあそういう時もある。やっぱ28、22、めっちゃ下げてる。まあ今打たれちゃいましたが気にせずに、タイピン出たんでね、サクチェ入り、よし。これはねなかなか打たれない。さあさらに、おお今年のギータここまで下げて、
すごいね、やっぱり。おう、もうたまらず代打。代打出すほどではなかった気がするけど、よね。代打出した方がひどい目に遭ってる。お、さらに代打の代打。なんか、あんまり良くない方向に転びそうだけど、ね。やっぱ最初のギータでよかったやん。広角出てたしっていう。まあこれはちょっと相手の作戦ミスね。もうシンプルに外角投げときゃいいよねって。まあ個人的にはやっぱ一発の怖さが怖いんで、まあ広角出てないとほぼほぼ外角投げますね。よし、引っ掛けてるね。まあやっぱあんま打たれないです、結局。外角流すっていうのも、まあ、難しい一つの技術なんで、まあそれでも流してうまく打ってくる人はもううまいと、もう諦めるしかない。あ、こういう時がちょっときついね。タイピン出なくて向こう広角出ると、もうこうなったら思い切ってもう内角行くしかないんで、まあ、初球ストレート入って、ちょっとここはね歩かせます。あ、普通に深呼吸すればよかった。スタミナも切れてきたし、向こう広角出てこっちタイピン出てないんで、ちょっとね相性が分が悪いで、こうなるともうほぼ勝ち確。まあ外角投げときゃよっぽどうまく弾き返されなきゃ打ち取れるんでね、縦すら。よし、もうこれだけで相手こんがらがるからね。これがちょうど打ちづらいカーブ。よーし、 OK、 完璧。こんな感じで本当広角出ないともう外に逃げていいと思います。さあ、いつも通り大会ルール、ルーム戦やっていきましょう。さあ、相手の方がなかなか強い12球団オーダー、まあ、これを極みホークス純正プラスアニバモイネロで沈めていきます。さあ、モイネロ出していきましょう。相手が広角でないともういつも通り外角攻め。まあそうですね、こう外から入ってくるスライダーとか、なんかストライクゾーン入れてくれないな。まあここでね、安易に縦スラ行ったりするとちょっと怖いんで、カーブで。よし、まあ、あとあれだね、あの触れてなかったけどフォームも新しくなって、あのより似ているんで、そこも評価高いで、追い込んで高め。あー、今のはボール球ヒット。もうこういうのはしょうがないんでね、もう配球としては勝ってるんで。やばい、手の落合さん3800はさすがにこんだけ下げれるな。ただ広角出てるんで油断できないんですよね。それがね怖いところ。どれだけ能力下げても広角アーチはやっぱ当たると飛ぶんで、でも広角出たらイン攻めかな。さあ、だいぶストレート張ってるね。ここはもうカーブ続けていいと思います。よし、ゲッツ、完璧。さあ2回。うわ、もうこれ去年の岡本選手かな。さあ、ボール、いやこの試合2本目のボール球ヒット。もうこういうのしょうがないからね、本当に。まあ、一旦ちょっと打ち見せよっかな。お、ガチバントか、それは。どうなんだ、本当に送ろうとしてるのかどうか。ちなみにバントしてる人には落ちるか落ちないか分かんない落ちる系が好きです。よし、こうなります。大体本気で送ってきて本気で失敗してたね。さあ、多分予想にないサクチェを、さあ正面と。うん、やっぱね、サクチェ縦スラはタイピン出てないとちょっと投げづらいかなっていう。タイピン出るとね、どっちもバカ強いんですけど、まあ、サクチェも縦スラも意図して例えば落ちない方に投げてもコントロールあんまり良くないんで、入っちゃった時とかに結構痛打されるんで、ちょっとね、まあ、十分変化量4号であるっちゃあるけど、なかなかちょっと使いづらいねっていう。基本やっぱストレートカーブ軸にはなっちゃうのかなっていう。まあでもここもね、狙われたらあれなんで、難しいっちゃ難しいけどね。モイネロはね、特に配球難しいと思う。どっちかって言ったらやっぱお祈り投法っていうか、相手の打ち損じを狙うピッチャーなんで、本当にベストピッチ決めて縦すら作地投げるんだったら、基本的にはその落ちるか落ちないか分かんないとこ、まあ、真ん中付近に投げたり、まあ、カーブストレートも極力甘く入らないようにするっていうのを心がけるしかないかなっていう、まあ、そういうピッチャーだね。おお、取るか。さあ最終回これいつの山田選手だ。さすがに代打か、だいぶ下げてたね。さあ浅村選手広角出ちゃうか。じゃあもうイン攻め、こんな感じ。おお、でも変えてくれるんだったらまた変わる。一郎さん、まあ一郎さんも普通に外角、よう代打出したなこれ。結構きつない普通に。まあホームランが明らかないっていう人はここ強いよね。結構ね、なんか勇気いる配球だから怖いんだよね。結局パワー高いアーチ外とかに落ちるか落ちない作中とか縦すら投げるの、やっぱ甘く入った瞬間終わるから、まあ、そこの怖さはあるよねっていう。うわ、もうかわいそう、とんでもなく能力下げるじゃん。
えぐいって。うん、でちょっとスタミナも怪しくなってきたけど大丈夫でしょう。多分ストレートご両親とかでもいけると思う。多分カーブ頭にあるから。よし、ボール球振らせてと。もう力技だね本当に。なんか細かい配球っていうよりはもうバシバシ行くタイプ、そんな使い方の方がいいと思う。相手セカンド落ち合いファースト一郎になってるけど、なんか変に代打出しちゃったからいなくなったのかな、かわいそうに。よし、さあここはちょっと代打構成でもう一気に肩をつけに行きます。行く、よし。ということでモイネロを使ってみたんですけど、やっぱりパワーピッチャーというか、スコアねもうリアルと同様、高い球威、飛びづらい球種、相手の能力を下げる特殊能力で、もういかに相手をねじ込むか、まあ、そんな感じでしたね。まあね、松井裕樹選手とねモイネロどっちが強いんだっていうのはねよく聞くんですけど、どうだろうな、まあ、配球のしやすさはさすがに松井裕樹選手だと思いますね。球種多いんで普通に、まあ、カットスラーブとかも使えるんで、まあ、モイネロ配球っていうよりもね、どちらかというとゴリ押しなんで、あんまり配球気にしなくていいと思う。タイピンチ出たらもう全球種強いし、またいかに相手の読みを外すか、もうそこになってくると思うんで、また、あ、細かいコントロールミスがあるとね、やっぱり飛んでいっちゃうんでね、例えば作中が甘く入ったりね、縦スラが明らかに落ちないとこ行っちゃったりみたいな、まあ、そこさえ気をつければ、まあ、基本的にはゴリ押せるかなと。まあ誰でも扱いやすいピッチャーなのは、間違いないと思います。この動画参考になった、面白かったよという方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さん、さよなら。